DC。 じゃあゼナロックです。こんにちは、久々の DCTV なんですけれども、なんと3月いっぱいで、皆さんにサポートしていただいて、グイグイグイの PV のクラウドファンディングのなんとプロジェクトが成功しました。50人のですかね、サポーターの皆さんからなんと55万円集めることができたんで、5月のゴールデンウィーク明け10日以降ぐらいに、スカイダイビングして、それからもうちょい別のシーンを撮って5末から6頭ぐらいにはアップしたいななんて思いますので、ぜひぜひ、ゼロロックのブログ、ツイッター等々チェックワンツーしていただけたらと思います。そしてまだまだサポートの方お待ちしておりますので、サポートしたくてしたくてしょうがないあなた、ぜひ、ゼロロックの方までご一報いただけたらと思います。 info@zeroroc.com まで。7万5000円で俺と一緒にスカイダイビングできると思うんで、よろしくお願いいたします。そんな感じでゼロロックでした。ピヤ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 、では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 、 DCTV でございます。ゼロロックの髪も、毎回切っております。さまざまなレジェンドラッパーも切っているし、なんとテディがこれから働くかもしれませんみたいな感じで、あとオーナーのレディー K さんでございます。いいやピヤ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 、じゃあテディ我慢しちゃってくれよ。ナービーやばいんで、もしよかったら来てください。おお就職組み合わせ、ではでは、ティディ君に、DCTV を見ましたというと、ひょっとするとティディ君が女の子の家に来てくれるかもしれません。そんな感じで、渋谷は電力館の前のナービーからお届けいたしました。リシュー。